ジョブロック、ありがとう。あはははは、もう一回シェイバー、大丈夫でしょう。ここで乗っていける？乗っていける？オッケー。じゃあ行こう。いよいよ道路に。なんかくるくる車来る？車来てるね。ゼント。あ、なんやな。ごめんごめん。やり方わからねまだ。あるだ。うん、あるだ。俺に練習時間をくれ。もうバイク乗ってるやつこれから尊敬しよう。行こう。あのちゃうっす、逆走やってそれ。いやそちゃあかんって、逆走やって、一方通行やって。あれやばい、ぐちゃぐちゃや。待ってる、これ行ってるぜ。怖すぎるやろ、お化け屋敷や。橋はちょっと橋だった。あの教習所の先生に見えるわ。なかなかいい教官。とにかく進めて。この近くガソスターないとやばいで、押すしかないな、とりあえず。それか、誰かからガソリンもらうしかない。スペイン語喋られへんベイビー2人が死んでまうかな。ちょっぱだよね、バイク買って。いやもう笑うしかないで、初日やで今日。バイク走行距離100キロぐらいで、ということはやで、7000キロ以上あんねやろ、充電すんのに。100キロごとに給油してたら、その時点で何百回やろ。100キロ、1万キロ走るんやったら100回給油してるか。金なんぼかかんねえんだ。俺いつもバイクで給油するとき1500円ぐらいかかってた。1500円かける100やで15万。死んでまえ。今の状況どう走る？今高速道路みたいなのど真ん中やわ。そこで俺ら今周りに誰もいない。歩いてバイク押して、ガソリンくれってスペイン語でなんて言うか分からんけど、消えろ油。油ちゃうやろ、オイルとかじゃん。さあ始まりましたね、旅が。そうやな、南米まで来てくさまやな、ほんま。ちょっとジョーブログらしくはなってきたと思う。ジョーブログはなんかこう苦しいみたいな、そういう失敗するみたいなイメージを俺は持たんといてほしいな。でもしたやん、まあ、逆境には強いって。確かに手向こう。何これ、果てしないな。どっちこれ分からん、向こう行ったらいいんじゃん。急に遅くなったの。ラグビー選手かよ。応援してるわ、応援してる。見て、洞窟あるで、ほら。その前にあの番犬がおるから近づかれん。 Excuse me, is this Jewish? Yes. So,
We are riding on that bike, but gasoline is... yeah, we don't have... You run out of gas. There's no gas station, so you can walk. There's a gas station, like 3 kilometers. For that way. Thank you. No, thank you. とりあえずあの高速道路みたいなあれ戻って、で3キロ押していかなか。俺結構もうミューズさんえぐいねんけど。5キロメートル。まあ5キロやからラッキーやろ言ってくれるわ。あのクソエースやったな。クソエースやな。5キロやからまだいいでしょみたいな。あんたちゃんラッキーだわみたいな。閉めてるか。俺らアメリカでも高速歩いたけどな。今回はやせっかくヒッチすんだよ思ったのに。高速道路歩かんでええ思ったのに。かけしチリの高速道路果てしすぎる。あ、ジョー、これ坂そのままこれバイク乗って降りれんで。いやいや、行けちゃってますやん。なんかバイクゴッとしてる2人も。あ、ガソリン。どんでしたガステーション。ガステーション、あ、ガソリン。ガソリン。Tienen que seguir para allá. ¿De para allá? ¿Cuánto tiempo? 2 kilómetros. 6 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 10? Sí, 10 minutos. 10 kilómetros. ¿Kilómetros? ¿Cómo? さっきの人、嘘やん。え、嘘やったらもう、帰んで、日本。2km? わーい、びっくりするやん。あれか、あの一回落としといてあげるって、あのサプライズで一番大事な要素をあの人使ったってわけ。 2km やったら歩けるわ。ちょっと元気出たの。なんか 10km 言うた瞬間俺なんか全身が重りになった。出せー。あれもダサスだじゃなくてトイザラスやったら、まあ、俺はもうトイザラスが一緒いらんの。まあそういうこと言えるよ今。ファンサービスがすごい。これどれ？え？わからん。あるの。これ。安いやつ。これ。あ、オッケー。全然。もうお腹いっぱいね。何言うてんねん。こんな人生でガソリン欲したことないわ。マジで。どうでもやと思ってたもん、今までガソリンのことは。はい、めっちゃやりとる。いや、なんぼ。あ、あれあれ、書いてある書いてある、ほら。SMP さんもない。ない。じゃあ、どうやろ。いらっしゃいませ。9000言うとなんぼや。1500円ぐらい。安いことないぞ、おら。しゃ、行こう。みんな音がびっくりした。なんか、せっかしい。なんか良かったね。あ、このためにやったやな。ガスケツって。旅の終わりに何が待